次なんですけど、僕ちょっと趣味で釣りをやっているんですけど、その中でちょっとおすすめのルアー、ソフトルアーとハードルアーをちょっとおすすめのものが、おすすめじゃないな、お気に入りですね、お気に入りのもの、紹介したいと思います。まず一つ目こちらなんですけど、見えるかな、これ、コアマンっていうメーカーの、VJ28 っていうものになります。これ基本的にワームっていうもので、すごいこういうグネグネしてるものなんですけど、まずワームのいいところっていうのは、まあ、僕基本的にショアジギングっていう、あの投げて巻くという、あの船だと基本的に落として巻くっていう形なんですけど、僕は投げて巻くのが好きなので、ショアジギングの時に使うものです。あと沖堤防とかね、あの行った時とかも使うんですけど、これ本当に巻くだけで本当にこううねうねするので、魚のような動きをしてくれます。で基本的にこいつ、あの本当の最終手段って言われてるもので、あの海に着いた時に周りの人があまりにも釣れてないなっていう時、まあ、そういう時はもう初めからこいつを投げます。でこいつ投げて何回か投げて反応がなかったらは、もうその日はもう基本的に釣れないっていう目安になるものなんですけど、本当にどの、あの釣りやってる人に聞いてもやっぱり VJ、 これよりもうちょっと小さいサイズもあって色もいっぱい展開があるんですけど、まあ、基本的に朝とか行くのが多いので、朝行く場合はこういう赤、赤金って言われてる赤と金色混ぜたもの、もしくはピンク色を、使ってます。まあ、あのいろいろ言った中でそれが一番ヒットしやすかったので、その色を僕は使ってるんですけど、これはもう本当の最終手段に使える、もしくは初めから使ってこれで釣れたんならもうずっとこれで釣っていくものになります。で次がこちらです。これはハードルアーですね、メタルジグって言われてるものです。でこれも、一緒のコアマンっていうブランドの、これ絶対って言われてるやつなんですけど、これは何かっていうと、基本的に、フォール投げた後に海に沈んでいくときに、いいアクションをしてくれるものになります。なので釣り方がちょっと違って、さっきのこっちのワームはただ巻くだけです、基本的に。ただこっちはアクションを入れてあげて、沈めた時にこう魚が食いついてくるって形なんですけど、まあ、なぜか分かんないですけど、いろんなの使って中でこれが一番釣れました。まあ、これも色がいっぱいあって、まあ5色ぐらいは僕も持ってるんですけど、このこれも一応赤金でやってるんですけど、これ本当に釣れて、もしくはピンクと白っていうのもあるんですけど、それがすごい釣れるなっていう印象があります。でもう一つ、これもメタルジグって言われてるものなんですけど、これぶっ飛びダニエルっていうものです。これは基本的に本当にな、本当に名前の通りなんですけど、ぶっ飛んできます。すごい飛んでくれるので、飛距離出したいとかに僕これ使うんですけど、まあ、これは本当にこれもただ巻き、ただ巻くだけって言われてるんですけど、これはアクションを入れてあげるとより効果があるかなと思います。でここにブレードがついてるんですけど、巻いた時にこれがくるくる回ってくれて、アクションをより強くしてくれるってものなんですけど、まあ、基本的に本当に、この今紹介した3つとも用途を変えてて、すごく飛ばしたい時、あとフォールで食わせたい時で、本当に何にも反応なかった時っていう感じで、3つ一応僕はパターンを考えて、まあ、他にも釣り方によっていろいろ変えてはいるんですけど、釣ってますね。まあ、本当に釣り好きな人だったら誰でも知ってるようなものなんですけど、やっぱり一番結果が出たものなので、ちょっと僕のお気に入りになってます。こちらになります。まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、ヘザーブラウンの、絵になります。これは、僕、まあ、コロナになる前なんですけど、よくハワイに行っていて、その時にちょっと見つけたものになります。もうすごいだいぶ前の話になっちゃうんですけど、まあ、ヘザーブラウンがねこれ気になって、ヘザーブラウンの、アトリエというか、にもハワイに行った時にちょっと向かったことがあるんですけど、やっぱ会えることは
なかったんですけど、まあ、友達とかがね偶然会ってなんか紙に、本物の、ね、絵を描いてもらったとか、すごい、まあ、会ったことないけど本人もすごいハッピーな方なんだなと、思ってます。ジャック・ジョンソン の、 音楽とか僕もよく聞くんですけど、まあ、ジャック・ジョンソン の、 イベントの時にヘザーがそれのなんだろうポスターというか絵を描いたのがきっかけらしいんですけど、まあ、それ自体は僕も知らなかったので、後で、見たんですけど、すごいやっぱり可愛くて今でもねすごい好きで、なんか何年経ってもやっぱり好きなので、家にもすごいいっぱいあるし、お店にもちょっと飾ってはあるんですけど、まあ、これ以外にもねいろんな絵とか興味あって持ってるんですけど、やっぱりなんやかんやでヘザーの絵が一番自分の落ち着くかなと。やっぱり家でも落ち着きたいんですけど、仕事場でも、やっぱりねちょっとリラックスした気分で仕事しないと僕はちょっと本調子出せないので、自分の気持ちを整える意味でもちょっとヘザーを、常に飾ってるような、形になります。次なんですけど、僕仕事中は時計を愛用はしていないんですけど、まあ、なんでかっていうと邪魔になっちゃうからっていう簡単な理由なんですけど、休みの時とか、まあ、趣味で釣り行く時とか、もしもスノーボードも行く時とかは、してます。でその時使っている時計なんですけど、こちらになります。カシオの F91W っていうものです。いろんな時計を今まで使ってきました。まあ、もちろんおしゃれな時計、ロレックス、ロジェ、あとパネライとかいろんなものは持ってるんですけど、その中で一番いいなと思ったのはこいつです。これなんでかっていう と、まず無駄な機能がついてないっていうのも一つなんですけど、ちょっとここからはちょっとディープな話になっちゃうんで、ちょっと困らせちゃうかもしれないんですけど、実はこれ何がすごいかっていうと、テロリストが使ってる時計です。これで実際この F91 っていう時計、僕これカーキなんですけど基本は黒です。黒のやつなんですけど、これかの有名なテロリストのビンラディンがつけてる時計です。で実際 F91 っていうのはビンラディンモデルっていうふうに言う人もいて、時限爆弾に使われたりとかいろいろする時計です。これでなぜ人たちが使ってるかっていうと、まずは価格なんですけど、これちょっとカーキなんであれですけど、普通の黒のもの、実際この間ドン・キホーテにちょっと調べに行ったんですけど1000円しないです。なのにほとんどずれないし丈夫です。価格が安いっていうのは、まあ価格が安くて使いやすくて正確っていうのはとてもねいい時計だと思うんですけど、人たちもねそういう意味で使ってるんだとは思うんですけど、これ水にももちろん強くて、これウォーターレジストって書いて WR って書いてあるんですけど、これ水にも強いんで僕サウナ行く時とか全部もうこれつけたままで行きます。全く壊れないです。ただ、メーカーとしては、7年ぐらいの、寿命とは言ってるんですけど、実はイギリス人の男性の方が子供の頃にこの F91 を使っていて、庭でなくしたらしいんですよね。でその後、20年後に見つけたらしいんですよ。で見つけたんですけど20年後でも動いてました。実際これ誤差が7分ぐらいしか誤差がなかったんですよね。なので7年っていうメーカーの推奨のしてはいるんですけど、実際20年後でも7分しか変わらないっていうすごい精密な時計になります。でこの時計ってちょっと昔のその、まあ、訳ありというかそのテロリストの時計っていうのもあって、アメリカ人の、そういう調査する方っていうのかなが来た時とか、アメリカの方で F91 つけたら、テロリズムにっていうふうに感じられちゃって逮捕されちゃったりする人もいるものらしいです。なんですけど、まあそれはね、そういう経緯はあるとは思うんですけど、日本でも全然ドン・キホーテとか普通にホームセンターでも売ってるようなものなので、まあ色はいろいろとあるんですけど、僕はやっぱかなんかあんまりね派手な色よりも黒かカーキがいいなと思ってたんですけど、黒はちょっとうちの方なぜか親父がつけてたので僕はカーキを、買いました。まあ仕事する上でも、まあ、これは使いやすいなと思うんですけど、まあ、遊びの時にすごい特化されたものなので、僕もキャンプとか釣りとかいろいろ行くんですけど、これは本当に必需品で、いいなと
思うので、おすすめの一品になります。次なんですけど、こちらになります。これあのセントマイケルっていうブランドの、スウェットになります。まあ、スウェットだけではないんですけど、今ちょっと僕このセントマイケルっていうブランドにハマってまして、アメリカ人のデザイナーと日本人のデザイナーが、タッグ組んで作った、ブランドです。で、希少価値もすごい高いっていうのもあるんですけど、ちょっと値段も可愛くなくて、基本的に5万円とか6万円ぐらい、してしまうものもあります。まあ、もちろんあのスタジャンとかそういうのになるともっと高いんですけど、まあ、これのいい部分としては、まずはちょっとヴィンテージ感がすごいあるっていうところなんですけど、まあ、これわざとやっているのもあるし、あとはこういうプリントとかがちょっと特殊な加工がされていて、ヴィンテージ加工にもかかわらず実はこれ何年経ってもこのままっていうやつです。あの時間が経ってもこのデザインのままっていう、まあ、使い古していくと味が出るっていうのも一つのいいところではあると思うんですけど、やっぱりあまり使いすぎてボロボロになりすぎるっていうのも洋服としてはね長持ちしないので、僕はちょっと今これにハマってます。まあ、いろいろこれの他にもパーカーとか、あとは上下のねセットアップのスウェットとかいろんなものを持ってるんですけど、これはすごい着心地も良くて、実際あの素材もすごくしっかりしてます。これも絶対もうこれも 4,5 回は洗濯してるんですけど、全く買った当時とあまり変わらずという形なので、こういうね何度も使える洋服っていうのは僕の中のお気に入りなので、皆さんもぜひ、参考にしてもらえればと思います。まあ、最後なんですけど、ちょっと本で、こちらになります。思い描く世界にってキムさんっていう方がやってるやつなんですけど、これまあ、知ってる人もいると思うんですけど、実はこれ僕が美容師になった時にもう20年前ですね、20年前に買った本になります。で、いろんな本、僕も読んできたりとかしたんですけど、やっぱり美容師始まった時に、買った本っていうのはなんかやっぱり印象に残ってて、すごいこれなんていうんですか、ちょっとこんな感じで書かれていて、もう写真と一緒にコメントがちょっとあるみたいな感じなんですけど、すごいなんか若い時のなんていうんですか、自分にはすごいかっこよく思えてたんですけど、まあ、こういうなんか言葉っていうのっていうのはやっぱりちょっとね自分の心情で受け取り方がすごい変わってきてしまうものだと僕は思ってるんですけど、これは本当になんていうか、本当に夢をなんていうんですか志した時から、読んでるものなので、自分のなんかちょっと岐路に立った時とかそういう時に、ちょっと開いて見ることが多くて、結構これ一冊でなんかいろんな局面、自分の局面とかに合ったコメントがすごいあったりするので、すごいプラスな気持ちに、なれる、ものです。皆さんもちょっとねそういう本とかあると思うんですけど、まあ美容師やってると とてもね辛い職業なので、大変な時あると思うんですけど、やっぱり、まあ、もちろん人が助けてくれるっていうのが一番なんですけど、こういう自分をね正してくれるものっていうか、そういうものがあった方が、いいんじゃないかなと思います。僕はこれでいろいろ助けられたので、今でもね十分すごい助けられてるんですけど、まあこれからもちょっとこれにはお世話になっていくと思いますので、まあね、大事にしていきたいと思います。たくさん紹介させてもらったんですけど、以上で、僕のお気に入りアイテム、10個紹介しました。ご視聴ありがとうございました。